はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。葉月光栄のスヒチャンネルということで、今日もよろしくお願いします。今月7月はですね、大切な人と、スヒで言うと6、愛情の月ということになっているんですけども、今月はですね、大切な人と、豊かさ意識をこうすり合わせるというかですね、調和統合させるということが、今月の1ヶ月のテーマなんですよね。共有するっていうかね、お金、診察が発行されてるんですけど、皆さん診察手に取られましたかね。私は動画をですね、ちょっと診察についてですね、お話しするために診察手に入れたんですけども、多分市中にはあんまり出回ってないんじゃないかなと思うんですね。で、これは一つはですね、やはりお札をする枚数っていうんですか、がかなり抑えられてるということらしいですよね。ですから、あんまり出回らない。むしろ、この診察出たよっていうことで、なんとなくやっぱりこう、今持ってる、今までの、いわゆる1万円のね、福沢諭吉先生の、1万円札っていうのが、やっぱり古い感じがどうしてもしますんで、で、それを早く使おうと。貯めとかないで使おうっていう。これはもう当然、人々の意識、心理的にはそうなりますから、その、いわゆるこう、たくさん、市中に溜まってる、日本人の特徴でもありますけどね、いわゆる、現金を非常に重視すると、タンス預金をたくさんするというふうな国民性なんですけども、これをですね、持ってるものを吐き出さそうというか、使っていただこうと。だから、あんまりこう、診察バンバン出すんじゃなくて、診察出てますよーっていうのはわかりますけども、その診察に切り替えるっていうよりも、要はもう狙いとしてはですね、キャッシュレスなんですよね。キャッシュレス化を推し進めようということで、これは先週もお話したんですけども、結局キャッシュレスを推し進めるために今、いわゆる市中に、だぶついてるというか、眠っている、古いお札を全部こう、吐き出さすっていうか、回収するっていうようなね、そういう仕組みの意図のもとに、診察が出てるわけなんですけども、それをですね、促そうとするので、当然診察はそんなにバンバンはすらないということになります。で、診察に関してはね、いろんな、見方はありますけども、葉月光栄の数比的にはですね、本当にぜひ皆さん手に取ったら見ていただきたいんですけども、千円札が非常にポイントで、千円札の1がですね、もう要はこの矢印の1じゃないっていう、これも僕は数比でずっと言ってることなんですけども、これはもう1じゃなくて棒なんですよね。線というか棒というか、いわゆる数字ではなくてもすでに記号になってしまっているというところがですね、一番大きい、今回の僕は、そのお札が変わったね、一番最も大きなメッセージはそこにあるんじゃないかなというふうに感じてます。ということはですね、やっぱりもうお札っていうかお金が変わっていくことはもう間違いないんですよ。その時期とかスピードはもちろんそれなりにね、かかるのか、自分たちが想像しているよりもっと早いのかもしれませんし、それはわかりませんけども、その部分がですね、要はもう変わっていくっていうことはもう間違いないわけですよ。じゃあそれに対してどう対応するか、どういう準備をすればいいかっていうのが、今月のテーマでもあり、さらにそれをですね、大切な人とすり合わせないと。お金の話っていうのは、やっぱりもちろん、自分一人の部分もあるんですけども、やっぱり例えば家族であり、あるいは夫婦であり、パートナーさんであればですね、それをですね、やっぱりこう、すり合わせないと、いわゆる私のお金とあなたのお金って分けてる状態では、本当は、パートナーとか家族とか言えないんじゃないかなというふうに思いますので、そこが、今月のポイントだということですね。そういう流れのもとでですね、お金の価値観というか、お金の価値が大きく変わっていく流れの中でですね、じゃあその生活の中でそれが一番、ダイレクトに影響する部分は何だっていうところはもう、ストレートにお仕事なんですよね。ですからもうお仕事の仕方とか、お仕事に対する、考え方、スタンス、
っていうのも当然大きく変わってくるわけですよね。で、それが、まあ今週のウィークリーメッセージ、スヒナミノルウィークリーメッセージのポイントにもなりますので、今週のスヒナミノルウィークリーメッセージ、じゃあちょっと読ませていただきます。大切な人とこれからの仕事、生き方の話をする。まあそうですよね。仕事に、私たち仕事に関わる時間というか、人生の中でね、ウエイトはすごく高いわけですから、それが変わるっていうことは当然生き方も変わってきますから、まあ仕事と生き方っていうのは当然連動してきますので、お金が変わることによって、まあ仕事に対する捉え方も変わるし、となると生き方も変わりますよということでね、その話を、まあ大切な人としましょうというのが、まあ今週のスヒナミノルウィークリーメッセージです。仮にですよ、お金から解放された世界が実現できたとして、はい。その時あなたはどんな生き方をしたいですか？もう要はお金のために働かなくてもいいですよ、という、そういう世界ができた。さあ、あなたは何をしますか？もうお金のためにね、朝早く起きて、ラッシュの電車に揺られてですね、なんかわかんないネクタイ締めて、スーツを着て、そのオフィスに行って、なんかこう嫌な上司とかですね、あんま言うこと聞かない部下とかですね、あるいはもうなんかすごい怖い取引先とか、そういうのが全然いなくなっちゃったとして、まあ要は基本毎日365日休みみたいな状態になったとしたら、何がしたいですかっていうことです。どうしたいで、どういう生き方をしたいですかっていうのが、まあ今週のですね、ポイントなんですけども、お金のために仕事をする必要がなくなったとしたら、あなたは今の仕事を続けますか？どうですか？もうお金、例えば今の仕事をやっててもお金が入らないですよとかいうふうに言われたら、今の仕事を続けます？はい。これ非常にわかりやすい、魔法の質問の一つだと思うんですけども、それとも別の仕事にしますか？はい。別の仕事をしても、まあお金にならないとしたらどうしますか？あるいは仕事なんてもしませんか？まあ要はお金がもうね、必要ない、お金なくても生きていけるっていう風になったらもう仕事なんかしない？ずっとそういうこうね、お金のために仕事をしてきた方はきっとしばらくはそうしたいだろうなと思うんですよね。もうなんか、もう解放されたっていうような感じで、もうそのなんかもう仕事なくて、仕事なんかしなくてブラブラしたいとか、でものんびりしたいっていうのはきっとあると思うんですけども、じゃあそれがずっと続いて本当にいいですかっていうようなことが問われるわけですね。お金の価値が大きく変わった後の新世界の生き方を大切な人と一緒に話し合い想像してみましょう。そこで何をするのかはとても大切な視点です。要はお金から解放された世界で、じゃああなたは何をしたいですかっていうことですね。はい。もし今と変わらず同じ仕事を同じように続けていると答えられたら、それがこのお金の激動の波を乗り越えるコツであり、そういう人はお金から解放されたアセンションした新次元にすでに生きていると言えるんではないでしょうか。はい。お金から解放された世界では誰もが自分の好きなことを仕事にします。だってお金のために働く必要がないのですから。古いお金の呪縛から解放されることがゴールではなく、その先にあるのは好きな仕事をしてあなたらしく輝いて生きること。それが新時代のスタンダードになるのです。それを先取りしてしまえばお金の激動なんて恐るに足らずです。ということで、今週の波乗りワンポイントは、お金にならなくてもしたい仕事は何ですかっていうのを自分の内側に、あるいは大切な人と一緒に話し合ってみるということが今週の波乗りポイントですね。そうなんですよね。そう考えるとですね、多分今僕がやってることはほぼ変わらないかもしれないですね。お金になるならなくかかわらずっていうか、そもそも最初こう例えばメルマガとかですね、書き始めた時は、それを書くことによって基本的に、いわゆる収入は一銭も発生してなかったわけですよね。まあブログなんかもそうですけれども、それが結果論として
たくさん読む方が、まあ、増えてきていただいた結果論として、じゃあその、まあ、読んでいただいた読者の方に、まあ、例えば何かを提供するとかですね、まあ、要はお話し会をするんで、来ませんかっていう、まあ、お知らせをしたら、まあ、たくさんの人が来ていただいたとか、で、それでセミナーが成り立ったっていう話なんで、要は、そもそもそのセミナーをするために書いてたわけではないんですよね。毎日自分の気づきのために、自分の気づきの、まあ、なんだよ、備忘録じゃないけど、忘れないようにっていうことで、自分のために書き始めたら、それが結果として仕事になったっていうことなので、そういう意味ではですね、今はもう本当に、まあ、私の中で習慣として、まあ、自分との対話みたいなことで自分の気づきをこうずっと書き続けてるわけですよね。ですから、まあ、この動画をご覧いただいている方もですね、動画をご覧いただくのもすごく嬉しいことなんですけども、僕が数日のね、メルマガをは無料で週間に1回出してますので、こちらの方と合わせてですね、この動画と文字と、いわゆる文章と両方合わせてバランスよく読んでいただくとですね、見ていただくとですね、葉月光栄さんに言いたいこと、伝えたいことが、よりわかりやすいんじゃないかなと。やっぱり動画は動画の良さ、ね、文章は文章の良さが当然ありますから、なんかどっちも私やってますんで、これはね、多分他のYouTuber さんとの大きな違いかなと、別に僕自分が YouTuber だとは思ってないんですけども、だからそこは大きな違いかなというふうに思うんです。やっぱりこう喋るの好きな人ってやっぱ書くの苦手な人結構多いので、で、書くの好きな人、やっぱ今度は喋るの苦手っていう人結構多いんで、僕結構どっちもできるんで、ずっと書いてるんですよと。まあ、だからこそね、まあ本がもう100冊ぐらいになったんですけども、その書き続けられるっていうのがありますんで、僕の中ではどっちかっていうと、やっぱり書くのがベースにあって、話すのはその補足の部分になってるんじゃないかなと。だからやっぱりその書いたものを読んでいただくっていうのが、より葉月光栄さんの言いたいことが伝わるのかなというふうに思います。ね。それでもうね、今7月も下旬になってきましたから、8月の1週目からですね、8月4日福岡、8月6日大阪、8月7日名古屋、そして8月19日東京、そして8月20日仙台、で8月22日札幌と、全国6大都市、私とですね、まあ、皆さんもおなじみの、長年の親友である高島亮さんと、そして高島亮さんとすんごい仲のいい、成海修平さん。成海修平さんはね、僕本当に最近、まあ、こう2年ぐらい前から、仲良くさせていただいてて、今年の1月はですね、一緒に10日間ほど、インドにも行ったんですけども、まあ、その成海修平さんとその3人で、この6箇所全部回っていきますので、ぜひぜひ、この、今度は、いわゆる画面じゃなくて、リアルで、この波動というか、エネルギーというか、周波数を、この3人の周波数を感じられる、ものすごく貴重なチャンスだと思いますので、よろしければ、ぜひぜひ、各会場ね、もう本当にあまり、お席残り少なくなってますので、ぜひぜひ、お近くの会場に足を運んでいただければというふうに思います。はい。今週のポイントはお金にならなくてもしたい仕事は何ですか、今のお仕事 お給料があるいはお金がもらえなくても続けますかっていうその大事な質問をですねぜひぜひ、自分とそして自分の大切な人と一緒に、内側に投げかけて、じゃあ何をしたいっていう話をですね、していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、参考にしていただければ幸いです。それではまた、はい、8月皆さん、はい、リアルの会場でお目にかかれることを楽しみにしています。はい、詳細は概要欄に書いてますのでぜひぜひご確認ください。ありがとうございます。